ボイズ TV。 はい、おはようございます。今回は JR 札幌駅に来ております。今回は札幌駅から特急宗谷に乗って終点の稚内駅まで行きたいと思います。特急宗谷は札幌稚内間を函館本線、宗谷本線経由で運行している特急列車です。特急スーパー宗谷は2000年に急行宗谷、急行佐呂別を特急列車に格上げする形で運行を開始しました。特急スーパー宗谷にはキハ261系0番台が使用されることになりました。2017年に特急スーパー宗谷の一部列車が旭川稚内間に区間短縮され、特急佐呂別になり、引き続き札幌稚内間で運行される列車は特急スーパー宗谷から特急宗谷に改称されました。特急宗谷には現在もキハ261系0番台が使用されていますが、ジョイフルトレインのキハ261系5000番台が使用されることもあります。こちらが今回乗車する特急宗谷の指定券です。始発駅札幌から終点稚内まで乗車します。札幌から稚内まで5時間10分の乗車です。札幌稚内間の営業キロは 396.2km となっており、寝台列車を除くと在来線特急列車では博多宮崎空港間で運行されている特急日輪シーガイアに次いで第2位の走行距離になっています。札幌駅の改札口までやってまいりました。今回使用する乗車券と特急券はこちらの北海道フリーパスです。こちらの切符で改札の中に入っていきたいと思います。今回乗車する特急宗谷、7時30分発稚内行きは8番線です。8番線に行きたいと思います。こちらが今回乗車する特急宗谷に使用される JR 北海道の特急型車両、キハ261系0番台です。キハ261系0番台は2000年に札幌稚内間の特急スーパー宗谷で運行を開始した車両です。2017年からは札幌稚内間の特急宗谷、旭川稚内間の特急佐呂別に使用されています。今回乗車する特急宗谷はキハ261系0番台が使用されますが、ジョイフルトレインのキハ261系5000番台が使用されることもあります。
私が指定したのは3号車です。3号車乗車口から車内に入っていきたいと思います。Thank you.
浅井川から車掌を取りまして、まぶちです。どうぞよろしくお願いします。
途中お車内車内にお忘れ物のございませんようご注意ください。またお降りの際お足元にも十分お気をつけください。またこの先終着湧かないまで江戸地下などの野生動物が多数スポーツカーを走行いたします。走行中もいつ急ブレーキを使用することがございます。お車の際はお足元に十分お気をつけください。また間もなく中山駅に行って信号停止となり信号待ちのため一旦停止を行います。お客様の情報はできますのでご注意ください。次は湧かない9時28分到着です。
多数出没する区間を走行いたします。走行中やむを得ず急ブレーキを使用することがありますので、お立ちの際は手すりなどにもつかまってください。
出口が右側です。ドア付近にお立ちのお客様は左側に寄ってください。また降りの際は足元にご注意ください。特にお子様連れのお客様は手を離さずに降りください。今日も JR 北海道をご利用くださいましてありがとうございました。またのご乗車をお待ちしております。札幌から5時間10分、終点の稚内に到着しました。今回は札幌から稚内まで特急宗谷に乗ってきたという動画でした。今回乗車した札幌稚内間の特急宗谷は1日1往復しか運行されていませんが、旭川稚内間の特急佐呂別が1日2往復運行されています。特急佐呂別は札幌旭川間の特急ライラックに接続しておりますので、皆さんも特急宗谷、特急佐呂別に乗って稚内に行ってみてください。今回の動画はここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。